はい。えー、どうも、です皆さん、最近、僕、ゾンビもの,の、まあ、俗入、バイオハザードライクなえゲーム、やってないなと思いませんかはい。ですね、その理由としては、まあ、1点ありまして、なかなかね、僕の思考に刺さるような、まあ、僕をね、こう、なんていうんだろう、魅力するようなえゲームがなかったんですよ。ただ、見つかりました。タイトル、マイリリーホラー。え、お値段、まず、100円がなんと現在50、50%オフと、まあ、50円。うん。でも、ここまでだと、 いや,いや,鬼や言ってねそういういゲーム結構あるやんと何でお前急にこれハマったんと言いますとはいこのねゲームの説明欄にもいろいろあるんですけどここなんだよねマイリトルホラー is made by one independent developer と、まあ、つまりこのゲームはたった一人によって作られましたともうこれなんだよないつも僕をねそそる 僕の好奇心を引きつける言葉っていうのはこのワードなんですよちょっとレビューガードに気になってまあ日本人が2名レビューにいるっていうのはいい傾向ではあるんですけどここだねえーまあ、ま銃や近接武器でゾンビを倒していくアクションゲームですと で、まぁ、あ、成分なしのチャプター制度か。あと、英語できなくてもクリアできるって、これ非常にいいよね。ミコのね、チャプター1のラストにびっくりしました。これをちょっとね、気になりました。まぁ、あ、パッと見、あんま悪い雰囲気ないから、一応ちょっと PV チラッと見るか。で、あんまりネタバレになる可能性があるからね。ラスト、うんぬんってあるから、見たくはないんですよね。ただまぁ、あ、変な挙動とかなければ問題ないけど、物で切って。あ、いいじゃん、かなり。まぁ、あ、バイオハザロチックで。え、謎解き要素は ああ、はい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 。はいいや、これ多分いける。直感これ多分これはクソゲーになんない可能性がある。50円で初じゃない。マイリルホラーやっていきましょうか。まあ、始まりは全然なんかね、そこらのクソゲーにありがちなものではないので、タイトルがあるからね、しっかり。メインメニューにゲームタイトルあるって時点でもう一線を隠してますから、いきましょう。プレイゲーム。めちゃくちゃチャプターあるじゃん、俺のほか。 何これえー、じゃあ普通にミディアム、普通で行ってみる。チャプター1。まあ、ストーリーがあるって意味だもんな、チャプターがあるってことは。それは全然悪い傾向ではないよな。さあ始まった。プレス E to remove pranks。あ結構しっかりしてんじゃん。えー、タブでインベントリ開きますよと。で、ESC でポーズメニューと。なるほどなるほど。え、いうか、コンバインアイテムズイン n v e ベントリ y あーじゃあ、アイテムとアイテムを合体できるんだ、コンバインってことは。要は何赤いハーブと。 緑のハーブで回復スプレーみたいなそれは新しいね雑誌でいいよプレス E to remove とえーとこれで木の板を取りましょうってことねほう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 ここまでは全然全然50円だったらねもうこれで壁貫通しますからおいいじゃん操作で切るだけ全然ましなんだ今のジャンプはあー What happened to the door? 確かにそうだね何が起きたらドア消えましたねってことは閉じ込められたって意味かこれなんだろう9 物が見れるんだ結構これしっかりしてないねえ、この時点で。これはいいね。いや、もともとね、僕は悪魔の証明だと思っていて、要は、クソゲー値段の安いクソゲーが全部クソゲーっていう僕が断言するには、あれですよ、白いカラス、黒いカラスと一緒だよね。白いカラスがいないっていうには、世界中のカラスを見つける必要があると。でもそうじゃないよね。じゃあ、白いカラスがいるって言った方が楽なんですよ。一緒で、えー、全部がね、 クソゲーって言うんであれば、この世全てのクソゲーは、うわーやる必要があるわけですよ。ただ、見てる限り全然違うので、これは普通に格安の値段でクソゲーじゃないという初かもしれない。えー、you can increase your health points up to 200まで上がりますよと。じゃあこの辺り取っておきましょうか。ユース。電話は使えない。電気は使えて、バッグもテイクできると。ちょっと武器欲しいね、さすがにね。 で鍵がもらえて、電気もつけれる。はい、テイク、ロウソクと。これなんだろうよほん w キャンドル、いいですね。電池。オープンキャビネット。あー、このあたりもしっかり開きますよと。いいね。で、ビデオも手に入って、マガジンも手に入ったと。オッケーちょっと暗いから、ライター使ったりしない コンバインえ、何とローソクあーなるほどなるほどローソクにつけたことによって、まあ、明かりが手に入ると。さあ、ここで早速、4桁の数字を見つけなさいってことか、観察するってあるんだ。ユーズとか、エグザマインつけてみる。あ、う、あ、ん、ビデオテープだな、ね、俺普通に。え、サムスティングはゼア、メイナイン1985、2589、1985ってことそんなことある これ以外番号ねえからな、打ってみようか1ユ s e 1 9違う違い8これおお、いたえそんな簡単なんこれセキュリティ、ガバガバじゃんえでもファインダーキーというオープンザドアただ、ファインダーキーさっきしてるからねあ、ないかで、こっち側来ると <laughs>、まあ、早速怪しいやついるんだけど ここで多分安直に襲ってきたらしないと思うんだよね。What the hell? It's i n g d e r あ、消えたね、あいつね。えピンクアップはバックパック。OK。バックパックゲットしました。アックスか。あー、なるほど。こっからちょっと本格的に始まってくると便利あるね。え、エレクトロニカルボックス。ここで。あー、電気つきますよと。結構意外と。 親切ですね。わかりました。じゃあ、この間に鍵を探したいね。OK、OK、OK。で、この鍵を持って進むって感じかあ、でも結構意外と思ったよりし、マジでしっかりしてる。今んところ全然いいよ。培養感してて。むしろ全然くそぎ要素ない。なぜ50円か全然わかんないぐらい。えー、ドラッグ。あ、こっからもう開け閉めできますってことね。はい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 。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。 はははんで、め、すぐじゃんお前もうちょい余韻ねえのかおい、余韻。びっくりした、今の。秒で来るじゃん。そのなのゾンビって、思ったよりも早く来たな。じゃこれしゃがんでさ、スニーキング行った方がいいんじゃないで裏から行って、こ、ああ、こういうこと。 なんでこんな当たり判定がガバいんだこれ待って待って待っておいおあ、はぁでも初めからとこれすごいねマジで言ってるこのゲームこれ来たね全部初めからすか死んだらわざこれソルツライクまであるぞこれいやこれ死ぬために全部初めから結構つらいなこれ結構冷静に言った方がいいかもしんないただ HP は今のまぁ嘘だろ嘘だろおい じゃあ、じゃあいいわ、じゃあいいわこいミスするわこちらじゃあああ、どこにでもいるどこにでもいる、このバカども待て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 ああ、面倒くさいドアが面倒くさいなかこういつでも、しまいたいいんだよねオッケーこうなったらもう俺の勝ちが皆さんわかりますかこれこういうのやっぱ多いからね壁ハメここまでしっかり しししっっかりやぱな,いといけないゾンビに対してはこういうやっぱ塩を使っていくのはいいねこれねちゃんとバイオチックの部分あるねそうなんだこういう壁の向こうに来れないって塩を使い切るのが大丈夫ゾンビよじゃあもうこの絶対距離で縛くとでお前も出て来れないから絶対距離で縛いていくこういうやっぱ攻略法をね見つけるのもまた楽しさなわけよさあこんにちはここにも敵は、まあ、特にいない おぉそういう、じゃあこれよ。そしたらもうこれよ。もうこれよ。これ。うん。こういうやっぱテクニックなんだよな。世界を変えるのは。えーと、あ、はい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 。C でしたが、ね、ねっはちょっと、ちょっと待って。あ、そう、そうだよね。はっは、びっくりした今。こういう、じゃあ、地下通路も取っていくと。で、また場所も変わりました。あ、いいね ハンドガン入りましたね。しかもめちゃくちゃ回復多いじゃん。あ、なるほど。この上から行けっちゅうことね。え、行けなくいしゃがんでちゃんってこと違うよね。あー、わかったわかった。はいはいはい。こういうことね。ここで、 登れる板を作りなさいと。で、こジャンプ、ジャンプして、ここで、しゃがむと。あ、よくできてる、このゲーム。え、これ50円にしては相当よくできてる。なんだワープしなかったわ、今。何しいか。えなるほどね、この角を曲がるモーションが、まあ、用意できませんでしたと。まあ、それはそれでいいよね、別に。カーブなんてね、まあ、ワープみたいなもんですよ。カーブとワープって似てますから、響きが。まあ、実装なしですよね。 I can use this TV, see what's outside. ああ、なるほど。これで、外を見れますと。また銃が手に入ると。めちゃくちゃ地落ちてるじゃん。あ、かなりゾンビに囲まれてますね、うちら。これさ、生き残りじゃないあ、これ俺か俺だ、これあー、この辺りからじゃ脱出するっていうのがテーマか。なんでさ、2カメあるの、自分が。1カメ2カメっていう。ファッションチェックできますね、これね。いいですね、斬新で。 ま、そりゃそうだ相手がゾンビとはいえねやっぱり、もっと人間ではあるんでファッションも大事だな出会いがあるかもしんないからいいねこれで相当マジで言ってんのマジで言ってんのこいつらこれダメージ入ったりしないこれだ。おおお<ー>またおまえおまえもう入ってくるんかおい、選ばれし人間いたな今なじゃあもうこれよもうこれよねバ倍落ちたらこれでしょ気に入った気に入った こういうやっぱ FPS 要素大好き俺お前は近距離でしばかしてもらう弾が持ってないからねそういうことよおなんだこれえー、キーカード6となるほど次キーカードが必要なんだじゃあこれゾンビを誰かが持ってるみたいなそういう落ちはないのかな普通に落ちてますねキーカードこの人は謎解きさせそうでさせない感じがいいね全部基本落ちてますからね ドアはもちろん閉まままってますと分かりましたじゃあ、キーカーディングをしっかり切っていこうか。よし。で、まあ、お前らがいるのはもちろんわかっているから,から、裏から、裏から、裏から切っていくと。でもさ、これなんで主人公、ここの冒険。<laughs> だからワンチャン、これあれか警察署かなこれ。もしかしたら。ねバイオフトド1も確かさ、舞台、警察署よね、これね。そういうとこ、ワンチャンね、リスペクトも、失礼。 インスピあー、ちょっとゾンビが多いな。ただゾンビの挙動自体は別にね、安定してないので。まあ、一種のだから、修学旅行というかね、職業見学に近いよな、この辺り。基本ゾンビはやっぱ優しいんで、そういうところにしょ甘いながら行きたいな。っびっくりした。ゾンビの。あ、これまずい、これまずい、これまずい。たまに、たまにこうハマるんだよな。 すいません。す、ま、いません。いません。あと回避がないから基本はまった時はまずい。こっちはワンチャンいるかワンチャンいるかこれ。いやいない。ラッキーラッキーラッキー。で、ここもたくさんアイテムがあるな。うわあ来た、びっくりした。今のはびっくりしたわ。さすがに。今のはびっくりする。何これ何これ？えー。びっくり びっくりしたわそういうのだって、俺が欲しかったのは。全然50円ちゃうな、これな。あ何なになに ?Play the VLC on here. あここで見れんの ?Insert the base and play it to end chapter 1. あこれで入れて初めて chapter 1終わりますよってことね。よいしょ、ちょっと入れてみようか。じゃこれびっくり系来るな。あまずこの電源をつけると。すげえしかしてんじゃん。 じゃあ、一本目のビデオ行ってみようか。はあ、ワンじゃん、これ怖い系来るな。ワンじゃん、怖い系あるぞ、これ。で、入れて。しまった、エンドブ・シャフターは。有名なリターントゥーザメインメニュー。え、どういうこと。あなたは。リターントゥーメニューに、メインメニューに戻るってこと。 どういういことなんか動いてるよねその映像はねチャプターマン終わったからえなんかこれ実写これ違うよねよう襲ってきて どういうことリターントゥメニュー画面に戻ってチャプターあんたはチャプター1終わったからメニュー画面に戻れっていうのをこいつは伏線として貼ってたってことそんなそんな舐めたゲームあるじゃああくまで伏線ってこと要はメインメニューからエンドオブチャプターまでできるんだけどできれば順番にやってほしいよねとでもどうしてもスキップしたい人は初めからじゃなくてあの最終画面最終ステージからもうできるよっていう 忙しい人向けのバイオスアートって感じだね、これそれは斬新な新しいねちょっとこれチャプターにも気になってきたぞじゃあ詳しくはここから ESC 画面からメインメニューに戻ってでプレイゲームからチャプターに行けとなんだこれ一緒やんチャプターにいっしえっちょっと待ってここチャプターにえどういうこと あ、さっきと違う、さっきと違う、さっきと違う。ほんとだ。ストーリーを全然さ、知れていないので、そこは普通に気になってはいる。なんでこの警察署にこいつがいるのかって話だよな。で、なぜっゾンビなのかと。そう、やっぱストーリーまでも知りたいので。まあ、チャプター1はあくまで導入だよね。これ50円じゃないな。やってる感じ。普通に。あ、あれはないぞ。変な感じは。 いる絶対いるこれ絶対いるこれ絶対いるこれ絶,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 絶対いなかったねうんこういうところなんだ俺欲しいのはいるかいないかの緊迫したシーンそれがやっぱゲームをおもろくするわけよそこはクッションまあだよなうんまあまあお前らいるよなでちゃんと来る偉いねどうなの奥まで来れるなんてゾンビの割に偉い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 ,偉いお前偉いよあたら奥でちょっと お首をつってる方はいますね。怖いので、しっかり使いもを使っていこうか。さあ、お前どっちだおっすかー <laughs> めちゃくちゃ足速いし。OK、まだ銃も入りましたと。銃が入るってことはあれだな。がっつり起きそうだな、戦闘が。最高が。ええ ちょっと待ってちょっと待ってどういうことえステップイントゥーザパープルファイヤーとテレポートネクストパートなんで急にえこれ手抜いたしこれ製作者えこっからじゃないのゾンビラッシュってたまね百100発以上くれて出たら庭そんな作りある急に庭になるで炎に入ったら次テレポートして ネクストパート嘘つけ嘘つけえー、ええええってみる炎の中にどこやねんここどこここ俺の知ってるチャプター3じゃないこれえっファイナル・ザ・リターン・ザ・ヒドゥン・ VHS めっちゃしかも外普通に車走ってるじゃん ワープしてないか、急に。なにこの、あ,あれかん。あの、バックトゥザ・フューチャーかこれは俺、すごいゲームに手を出したかもしんない。次回、最終回です。たった一人が作ったバイハザード、次回最終回。果たして、その衝撃の結末はこれはちょっと、すごいぞ。トゥ t ザ・スペース、トゥ c ザ・スペースシップトゥ s ザ・スペースシップスペースシップに来た これは、クソゲーじゃねえよ、これ。宇宙ゲーだ。